トリカブトは、キンポウ外科トリカブト属の総称である。有毒植物の一種として知られる。スミレと同じ、スミレと漢字で表記することもある。毒ウツギや毒ゼリーと並んで、日本三大有毒植物の一つとされ、トリカブトの仲間は日本には約30種が自生している。花の色は紫色のほか、白、黄色、ピンク色など。多くは多年草である。 沢筋などの比較的湿気の多い場所を好む。鳥かぶとの名の由来は、花が古来の衣装である鳥かぶと、エボシに似ているからとも、鳥のとさかに似ているからとも言われる。英名のモンクスフードは、僧侶のフードの意味。花言葉は、人嫌い、復讐などなど。開墾を乾燥させたものは、漢方薬や毒として用いられ、渦、または、武士と呼ばれる。本来、武士は、 球根の周りについている子供の部分。中央部の親の部分は渦、子玉のないものを天遊と呼んでいたが、現在は武士以外の言葉はほとんど用いられていない。俗に不美人のことを武士というが、これは鳥かぶとの中毒で神経に障害が起き、顔の表情がおかしくなったのを指すという説もある。ヨーロッパでは魔術の女神ヘカテが司る花とされる。 ギリシア神話では、地獄の番犬と言われる、ケルベロスのよだれから生まれた、ともされている。狼男伝説とも関連づけられている。トリカブトの毒の一つである、アコニチン比較的有名な有毒植物。主な毒成分は、ジテルペン K アルカロイドのアコニチンで、他に、メサコニチン、アコニン、ヒパコニチン、低毒性成分のアチシンのほか、ソンゴリンなどを前奏に含む。 最終時期及び地域によって毒の強さが異なるが、毒性の強弱に関わらず、野草を食用することは非常に危険である。食べると嘔と呼吸困難、臓器不全などから死に至ることもある。経皮吸収、胸粘膜吸収されるため、素手で触った場合は手洗いが推奨される。傾向から摂取後数十秒で死亡する、速攻性がある。 半数致死量は0 2ムから 1g。トリカブトによる死因は、心室細動内心停止である。下痢は普通見られない。特異的療法も下毒剤もないが、各地の医療機関で中毒の治療研究が行われている。芽吹きの頃には二輪草、減炉証拠よもぎもみじ傘などと外見が似ているため、誤食による中毒事故が起こる。株によって、 葉の切れ込み、具合が異なる。蜜や花粉にも中毒例があるため、養蜂家は、トリカブトが自生している地域では蜂蜜を採集しないか、開花期を避ける。また、天然蜂蜜による中毒例が報告されている。武士官報では、トリカブト属の開根を武士と称して焼くようにする。本来は、開根の骨を武士と称するほか、親の部分は渦、また、 骨のつかない単体の開根を転移と称し、それぞれ運用法が違う。強振作用や鎮痛作用があるほか、銀舎人気丸及び軽手化実部湯では、皮膚温上昇作用、末梢血管拡張作用により血液循環の改善に有効である。しかし、毒性が強いため、武士をそのまま気薬として用いることは、ほとんどなく、修士と呼ばれる弱毒処理が行われる。 宝ブシは苦渋に漬け込んだ後、加熱処理したもの。加工ブシや収士ブシは、オートクレーブ法を使って、加圧加熱処理をしたもの。収士には、オートクレーブの温度、時間が大切である。温度や時間を調節することで、メサコニチンなどの残存量を調節する。この処理は、アコニチンやメサコニチンの C-8 のアセチル元を、加水分解する目的で行われる。 これにより、アコニチンは、ベンゾイルアコニンに、メサコニチンは、ベンゾイルメサコニンになり、毒性は1000分の1程度に、原毒される。これには、専門的な薬学的知識が必要であり、非常に毒性が強いため、素人は処方すべきでない。古来、毒薬に、塗布するなどの方法で、狩猟、軍事目的で、北東アジアシベリア文化圏を中心に利用されてきた。 アメリカのエスキモーもトリカブトの毒矢を使用したことが、1763年のペテルブルクへの報告で知られる。詳細は毒矢を参照。トリカブト保険金殺人事件化学成分から見て、妥当な分類として、トリカブト属が30種、変種が22種、計52種という多くの種類が存在。花トリカブトはその名の通り、花が大きくまとまっているので、 観賞用として栽培され、切り花の状態で販売されている。しかし、花鳥かぶとの前奏にも、毒性の強いメサコニチンが含まれているので、危険である。推理物の小説、漫画、テレビドラマなどでは、定番のアイテムである。以下に代表例を記す。ありがとうございます。